らは黒服はなんか下っ端的な存在なのかな。神のアクア、それがゼウスの使っている薬の名前なんですね。最も危険な薬を改良したなんて、遠藤君たち大丈夫かな。そうね、これは急いだ方が良さそうだわ。今の話だとあの奥の扉の先に控室の鍵が置いてあるようだけど、でもあそこにはずっと人がいるみたいですよ。そうね、何か方法はないかしら。あの人たちもすぐに戻ってくるって言っていたし、このままここにいたらきっと見つかっちゃいますよ。どうしましょう。え、そうだわ、あの人たちが奥に行ったのなら今警備室には誰もいないはず。警備室に行ってみましょう。警備室？そこには何かあるんですか。さあ、それはわからないけど。え、とにかくここでこうしているよりはいいでしょ。それに行ってしまえばきっとなんとかなるわよ。ふふ、何がおかしいのかしら。夏美さん、それって誰かさんにそっくりな考え方ですよ。ちょっとどういう意味かしら。私は別に。ふふ、別にいいんです、いいんです。そうですよね。それじゃあ行きましょう、警備室へ。レッツゴー。警備室はそこの角を曲がったところにあったはずだよね。ええ、グズグズしていたらあの人が戻ってきてしまうわ。警備室に急ぎましょう。警備室に行こう。うお、なんかちょっと長くなりそうだな。まあ一応全数戦始まる前はやっちゃいたいからね。警備室行こう。お、鬼ヶ浦刑事。え、あなたは。お前ら。鬼ヶ浦さん、どうしたの。誰も来ていないか。大丈夫よ、今警備員は奥の部屋に行っているわ。それより鬼ヶ浦刑事、一体どうしてここに。お前らこそ何をしているんだ。ここにはマネージャーの仕事はないはずだぜ。ゼウスの強さの秘密、神のアクアを手に入れて警察に突き出してやるのよ。でもちょうどよかったわ、あなたに神のアクアを渡せば警察を呼ぶ手間が省けるものね。まったく、ライモンサッカー部はマネージャーまで無茶なやつばかりだぜ。しかしあいにくここには大した証拠はねえな。しかも影山の野郎、フロアの鍵は全て自分で管理してやがる。まったく用心深いやつだぜ。やはり決定的な証拠をつかむには奥の影山の部屋でなんとかかんとか。ちょっと進むのが早すぎた、読む前に進んでしまった。そっか、それじゃあここにいても仕方ないってことですね。それにどうしましょう、そろそろ警備員が戻ってきてしまうんじゃ。とにかくあとは俺に任せて、お嬢ちゃんたちはさっさとグランドに戻るんだ。勝手に動き回られて俺の操作の邪魔をされちゃたまらんからな。そんなの嫌よ、私たちだって遠藤君たちと一緒に戦ってるんだから。夏美さん、まったく強情な奴らだな。これもあいつの影響か。まあいい、それにしたってそろそろ警備の奴らが戻ってくるんだろう。ひとまずここを離れた方が良さそうだ。ええ、わかりました、部屋を出ましょう。いや、今フラグ立ちすぎだけどな。そろそろ戻ってくるって、それ話してる時に戻ってくるパターンじゃないの。無事に鍵も戻したし、神のアクアも選手の控室に準備完了だ。これであとは試合が終わるのを待つだけってわけだな。ふう、それにしても何度言っても緊張するぜ、あの部屋は。いい加減慣れろよ、そろそろここのことも分かってきたんだろ。いや、知れば知るほど恐ろしいぜ、ゼウス、いや、鍵山総帥。